イカナゴが めっちゃでかいですね。でかいです。なんか来ました。ひったくってきました、ね。ジグです。全然浮いとこんす。イカナゴかかりましたね。だいぶでかそうですね。かなりこの間のより全然引きますね。この間月曜っつったやつのより。ここに浮いとんのが沈んだんでしょうね。ここに時バーッと走ったんですけど、ちょっと走ってくるだけ割りやすいね。そうですね。
そうですね、落として何回か巻いて、巻くだとか着底から巻いてこうバーンと ひったくられたような感じですね。リーダー来ましたね。あ、ハマチっぽいですね。あ、スレか、ケツにかかってますね。待ってこれ、カナサンゴが釣れとんじゃが。あ、ほんまっすね。あ、ちょっと待って、あ、バレた。あ先にちょっとすみません。わからん。ちょっとこれ外しましょう。が絡んでるんです。ロッドティップが折れるかもしれないですね。はい、OK です。ちょっとリール巻いてあげて、巻いて巻いて、それ緩めたらテンションが取れる。自分のリールを巻いて、リールを、リールを、リールを巻く。ん？こっちか。え？僕の方ですか、うん、僕の方ですか。じゃあな。はいはい、あ、いいっすよ、いいっすよ。いや、あ、ちょっとまあここに置いてあるんで。沢さん、はい、ごめんなさい、ちょっと切っちゃいました。まあ、尻尾だけ身は家庭圏できるとは思うけど。だいぶ弱りましたね。頭が下もん。普通に回せんなくて。すいません、こっち。はい、すいません。はい、やす。
なんか来ましたね。魚じゃないかもしれない。ゴミか木か。ああでも魚だ。魚っすね。サワラかな。そんな引かないっすね。